プロダクトデザインやっています増田です。ウッドデザインというと特殊なもののような気がするんですけども、実は日本っていうのは木のものがいっぱいあったんですね。で、住宅も何もいろんなものが木でできていて、でそれがそうじゃなくなってきたのはごく最近のことで、まあ、高校5、60年だと思います。で、まあ、皆さんご存知かどうかわからないんですが、日本で調達できる材料っていうのは何だか知ってますか？石でしょ、砂利でしょ、石灰、それだけです。あとは金属はゼロですね。それからもちろんガソリンも含めて燃料系はほとんどありません。電力は 4% しかない。食べ物も半分切ってますよね。要するにこの国で取れるものっていうのは今言ったものの他には、森のものしかないんですね。だから当然木でいろんなものを作ってきたわけです。それがここに来てそうじゃなくなっちゃったっていうことがまあ問題なんですね。ですから世界中から集めてきたものでいろんなものを作ろうとしていろんな無理が生じているわけです。でウッドデザインというのはそれを、まあ、ちょっと考え直して、もともとそうであったようにこの国は今でも世界でもものすごい恵まれた森林を持っているわけですから、でそれを使っていかない方はないだろうというのが基本にあるんだと思います。ですから我々は何かを作ろうと思ったらまず木で作ってみるということを考えてみるべきだと思います。で木で作れないものがあったとしたらそれは何か別のもので考えざるを得ないけれどもということですね。でそういう意味では我々のものを作っていく時の基本中の基本の素材ですから、まあ当たり前の素材と言ってもいいんですね。でそれにその割にはですね、それに関する技術も知識もうーんと少なくなってしまっているのが現状です。なので、まあ、この賞を通してですねいろんな人に頑張ってもらって、で我々も含めてですね、で、まあ、かつてのように木をふんだんに使っていいものを役に立つものを作っていこうと、そんなふうに考えているわけですね。楽しみであります。